グリオン、ロシェドネー鉄道、H2-33 号機による旅客列車、1905年頃、除雪列車に使用される、H2-31i-6K、1905年年頃グリオン、ロシェドネー鉄道、H2-31i-6K 蒸気機,機関車は、スイス西部の私鉄で、現在は、モントルーブベリビエラ交通となっているグリオン、ロシェドネー鉄道で使用されていた、 山岳鉄道用落式蒸気機関車である。なお、本形式は、スイスの古い形式称号に則っ,った 2-3H 型の 1i-6 号機として製造されたものであるが、その後の称号改正により H、H2-31i-6 型となったものである。スイスセーブレマンコハンモントルから標高2042メートルの ロシェド、ネイ山の山頂近くまで登る 800mm 期間、ラック式の登山鉄道であるモントルーブベリベラ、交通の通称モントルー。テリテグリオン、ロシェドネイ線は、山頂側のグリオン、ロシェドネイ間が、レマンコ畔のテリテからのケーブルカーに接続する形で、グリオン、ロシェドネイ鉄道によって1892年に開業し、モントルーグリオン間は、その後モントルー。 グリオン鉄道という別の鉄道会社によって1909年に開業しており、前社が蒸気機関車牽引の列車で、後舎は直流8 5 0ト電化で電気機関車牽引の列車により運行されていた。本形式は、グリオン、ロシェドネー鉄道が開業に際して、ツー三 h 型の一マイナス六号機として六機を導入した SLM 製のラック式蒸気機関車であり、 その後の称号改正により、H2、3型の 1I-6 号機となっている。SLM 社は当時の蒸気機関車メーカーとしては後発であったが、1873年に最初のラック式蒸気機関車をオーストリアのカーレンベルク鉄道向けに製造して以降、ラック式の蒸気機関車の製造を得意として、世界的に多くのシェアを占めるようになっており、 その後1970年頃の統計では、世界のラック式蒸気機関車の33%が、同社製となっている。同様に、スイス国内においてもラック式の蒸気機関車は、その多くが SLM で製造されていたが、同社の小型登山鉄道用蒸気機関車は、ある程度シリーズ化されており、本形式も SLM の2、 3H 型の第一シリーズの一機種として製造されている。このシリーズはラック式専用のもので、スイス南部のモンテゼネロッソ鉄道の2、3H 型1から6号機として1890年に導入された機体をベースとして、スイス及びフランスの K6 鉄道に導入されているもので、これらの鉄道は220から250パーミルの 上り変方向の勾配の路線であったため、2、3H 型の第1シリーズは、最急勾配の約1、2である120パーミルの上り勾配でボイラー及び、運転室が水平となるよう前傾した構造となっているほか、1870年代以降、路面機関車に採用されていた、ブラウン式弁装置を装備して、機体を小型にまとめている。また、本シリーズは、 SLM 製としては同年製のフィスプ、セルマット鉄道の HG2、3型とともに、従来の機体では1軸のみの装備であった、ラック用ピニオンを初めて2軸装備したことも特徴となっている。なお、それぞれの基板と SLM 製板、製造年、機体名は下記の通りである。SLM 製の2、3H 型第一シリーズは下表の通り、 モンテゼネロッソ鉄道以降計6鉄道に導入されており、いずれもラック方式や連結機等の違いはあるものの、基本的にはほぼ同一の機体となっているが、モンルバール鉄道の機体のみ機関が1000ミリメートルとなっている。なお、一部の鉄道間においては、廃車となった機体の譲り受けが行われており、現在でもブリエンツローとホルン鉄道において一部の機体が稼働している。 ありがとうございます。